積層ボディさんですね。見てハイエースです。ハイエースベースのキャブコンです。はい、はい、今日はトムタンデムがこちらにいらっしゃってます。珍しいですね。珍しいトムタンデム、8人乗りの5人就寝のバージョンですね。トヨタのハイエーススーパーロングボディデラックスが個体の車両になっていて、お値段899万円です。珍しい、大きい、かっこいいですよね。積層ボディさんのデザインって本当にこうシンプルだけどかっこいいっていうところがいいですよね。メルミルランド、皆さんこんにちは、カタリサレーナです。今日は積層ボディさんのコーナーにやってまいりました。今回ね、富士の国キャンピングカーショーに出ているんですが、積層ボディさんの珍しい、いつもねトム200とか多いんですけど、タンデムというね大きいタイプを今日は連れてきてくれたということで、今日は積層ボディの中山さんにいろいろ教えていただきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでいつもねかっこいいトムシリーズなんですけど、珍しくタンデム出てきて、はい、私たちもちょっとわってなったんですけど、はい、ちょっといいところをいろいろ教えてください。まあ車自体がスーパーロングベースになってるので、はい、まあ、ホイールベースとかトム200に比べれば長くなってるので、うんうんうん、まあ、その分ちょっと車両もちょっと大きくはなっちゃってますけど、だいたいあの長さはどれぐらいになりますか。長さが5メーター60、5メーター60ってことで、はい、やっぱりそうですね、ちょっと広めになってますね、はい、はあ、だけどその分車内がすごく広くなってるんじゃないかなと。そうですね、まあまあ、ハイエースのハイルーフをベースにしているので、ちょっとバンクベッドは取れてないんですけど、はい、まあ、対面対山のところもベッドになるのと、あと後ろがちょっと広くベッドが取れてるっていうところになってます、はい、じゃあその中を見る前にですね、このかっこいい外観も拝見してていいですか。はい、お願いします。はい、ここは、リビングルームの窓になるんですかね。これそうですね、キッチンのところのね、キッチンのところの窓、向こう側がダイネット部分の窓になります。あ、向こう側ですね、はい、なるほどなるほど、ありがとうございます。そしてここが後ろのタイヤ、はい、でこちらから拝見させていただくと、そこにですね、あの後ろのラゲージルームにつながるところの窓があります。でそこで出し入れができるようになって、そうですね、収納になりますね。はい、収納も大きいですね。そうですね、比較的広くは取れています、うん、はい、でやっぱりこのシルバー、白とシルバーのねかっこいいデザインがとても素敵です。でね、前から見てもねすごくかっこいいんです。ここがねシュッとしていて、このなんだろう、ハイエースのかっこよさをそのまま引き出したようなデザインになってます。だからね、このバンクベッド取ってない分、ここがねとてもすっきりしてるっていうのが、まあ、走りやすそうですし、あと視界も良さそうな感じがしますよね。そうですね、ここにかぶってこないっていうのが、それはないと思います、はい、ね、いいですね。で、あの積層ボディさんのロゴマークがついています。はい、じゃあ早速中を拝見させていただきたいと思います。はい、やっぱり広いですね。でちょっと一緒に入っていただいてもいいですか。はい、これあの今こちらが何人乗車できるような感じなんですか、ね、これは8名乗車になりますね。8名乗車、はい、そうすると前向きで、今これ前席はあの乗車するときは前向きになります。できるんですか、はい、2列目も2列目も前向きに全部しないと、逆にシートベルトの関係上座れなくてます。なるほどなるほど、はい、じゃあ前に走るときはみんな前向き乗車ができるような設計になってるんですね。そうですね、はい、すごい座り心地もいいし、あと結構広めのテーブルがしっかり取られてますね、はい、ここも特徴かなと思います。あとここが窓ですね。そうですね、あでこれが、2列目のシートの3点ベルトがここに来てるんですね、はいはい、で収納がこっちとその運転席の上にも、ね、上にもあります、はい、結構広いですね。でこれはオプションになるんですか。そうですね、エアコンオプションになってます。エアコンオプション、はい、じゃあつくときはここにつくし、これつかないときはここは何、ここも収納、この延長上に収納になります。収納になりますか、はい、おお。じゃあ結構収納だけでもたくさんある感じに。そうですね、比較的あります。なりそうですね、はい、で入ってすぐのところは下駄箱ですか。そうですね、これ下駄箱になります。あ、広い。であとここに
テレビを置くとテレビ台になります。なるほど、なるほど、はい、そうするともうしっかりリビングルームとしてテレビもそうです、ね、くつろぎながら見れそうですね、はい、で反対側私側の方に来ますとここがまたすごいね綺麗 な何色っていうんですかね茶系なんですけどす、ね、すごい落ち着いてておしゃれな色です。ね、ここは水道、まあまあ、水タンクですね。水タンク、これ20リッターが2本、まあ、あの清水排水になります。あ、そうなんですね、はい、すごいいっぱい使えていいですね。でしかもここ出入り口に近いのであまり持ち運びがなくて楽ですね。そうですね、まあ、靴履いたままでもちょっとこの出し入れができるように、うんうんうん、まあ、入り口付近にしてます。おお、やっぱりそこにこだわりがあったんですね、はい、あ、シンクが広いですよ、はい、この深さが、ちょっと深さがあるやタイプを選んでます、うん、はい、洗い物するときにこう周りに飛び散らなくてすごく使いやすそうですね。これしかも伸びるんです。そうですね、はい、伸びる、これ伸びるとやっぱりこういろんなところに向けて水を有効的に、ね、活用できるから、はい、無駄にお水をしないで使えそうです。はい、そしてこちらに来ますと冷蔵庫ですね。これ何リッターぐらいの冷蔵庫なんですか。これ65リッターになりますね。65リッターの冷蔵庫、はい、はい、でちゃんとここに冷凍庫もついているのかな。そうです、上が冷凍の、はい、上が冷凍ですよね、はい、部屋になってます、ね、はい、こんな感じで、よいしょ。で後ろに電子レンジがついていて、これはこれも収納になりますね。収納なんですね。ちょっと硬いですね。あ、本当だ、はい、あ、ちゃんとここでホールドしてくれるので取ったりするときには楽ちんですね。で、はい、で上にはちゃんとエアコンじゃないすみません、ね、換気扇がついているので、はい、空気の入れ替えもバッチリと。でここマルチルームですか。そうですね、はい、マルチルームの入り口エントランスがすごいね綺麗なんですよ。ここが、茶色系でここが白になってて差し色になってるんです。これかなりこだわったドアだと思う。あ、こんな感じなんですね。すごい。これ中は電気がつくようになっていて、今はもうマルチルームでトイレはまあ今設置してないので、うんうん、まあ、一応収納として使えるようなとか、うん、まあ、あのトイレとして使う人もいるんでポータブルトイレでもカセットトイレでも設定はできるので。あ、じゃあオプションでつけたい方がつけられるような感じになっているんですね。はい、はいはい、で後ろ側がこれが、ね、珍しいなと思ってこっちはダブルベッドになっていて、はい、ここが一人分です ね、はい、2段ベッド1人分は取ってある、確保してあるってことですね。そうすると3人合計大人が横に眠れるような感じになるんですよ ね、はい、たくさんで移動してたくさんで寝れるっていう感じがまあ、あの上のベッドはちょっとこう、うん、畳むこともできるので。あ、なるほど。上を使わないっていう人はちょっと広く使えるっていう下をね。そうなんですね、はい、っていうことはこれ畳めるっていうことは あそこにあるやつはどうするんですか。まあ、あそこは、うん、隠れちゃいますね。あ、え、じゃああれを取り付けたままで畳むことができるんですか。え、すごい。そうなんですね。ちょっとなんか置く場所があるから、はい、畳めないものだと勝手に思ってたら、はい、それができるんだ、嬉しいです。荷物多かったら置いてもいいですし ね、 そうですよね、寝るときにね、はい、これは何ですか。それはこちらのスペースマットになります。こっちもベッド展開して寝れるようになるんですね。そうですね、ここもベッドになります。何人寝れるようになりますか。5名になりますね。5名ですね、はい、じゃあ、1,2,3 でここに2人、はい、寝て、じゃあ合計5名でゆったり就寝、大人ができるという設計になってます。みるみるランド、どの方におすすめなお車ですか。そうですね、まあ、トム200ですと、うん、まあ、家族も含めてなんですけど、まあ、これもそうなんですけど、はい、まあ、2人で使うのにも、うん、例えば、まあ、別室というか、はい、1人が寝てても1人が起きてくつろげるとか、うん、まあ、そういうこともできるの で、まあ、ただ2人だけに仕様にするにはちょっとなんて言うんだろう、やっぱ家族層も欲しいっていう層もいるの で、ね、うんうん、まあ、ちょっとベッドを増やして就寝スペースをちょっと増やしてはいるので、まあ、比較的どの層でもっていうところでもあるんですけど、はい、はい、そういう車両にしたのと、うんうん、やっぱり大きさがちょっと大きいので、はい、比較的その駐車場の問題とかがちょっと解決してる人、はい、になってしまいますけど、はいはいはい、そういう、まあ、家族が一番かなっていうふうには思ってます、うんうん、そうですね、はい、もう
でそれこそ引退したおじいちゃんとおばあちゃんが孫と一緒に行くっていうパターンもありだし、そうですね、あります、はい、お父さんとお母さんだけでもいいですし、そうですね、はい、もちろん2人旅みたいな形でもいいですけど、はい、まあ、だから、まあ、うちのやつは比較的この層に特化したっていうのはちょっと今あんまり設けてはいないんですけど、うんうん、まあ、どのタイプにもあの同じような家族層とか2人で使う全部いろんなに合うような車両にはしてます、はい、あ、そうですね、はい、確かに多分200とかでもそうですよね。そうですね、はい、そうかそうか、はい、ということはやっぱりこの広さを生かした場所にしたいので、そう、より広い、より広い車両が欲しいっていう人にはちょっとおすすめです、おすすめですね、はい、あとは駐車場解決されてる方ですね、ですね、ちょっとね5メートル60あるので、はい、ちょっと一般的な駐車場よりかちょっと出ちゃうので、うん、はい、あの運転自体はハイエースベースなの で、ね、すごくしやすそうだなって思って、そうです、ベースがハイエースのスーパーロングのあれな、うん、車なんで、はい、まあ、あのスーパーロング乗ってる方も結構多いと思うんですけど、そうです、ね、ほぼ同じように乗れるので、そうですね、はい、もう高さもあれもハイルーフなんで、うん、2メートル10は超えてるので、はい、立体駐車場は同じように入れないですし、あ、ですね、まあ、長さがね、20センチぐらい長いですけど、うん、ほとんど乗った感覚では分からないかなというふうに思います。うん、はい、ありました、ありがとうございました、はい、こちらは、タンデムですね、はい、そうです、はい、セキソボディさんのタンデムかっこいいのでよかったら見てみてください、はい、ありがとうございました、お願いします。